はい、こんにちは。酒とロックとんちが大好きなつぶちゃおじさんのライドと申します。ベストヒットライドでやってます。またじゃあ、たけるくんの話なんですけど、サントリーのほろ酔いって CM あるじゃないですか。今はね、黒木春さんとかやってるんですけど、で、ちょっと前に、その CM で共演したのが、たけるくんが出てたんですよ。そこで共演したのが、エリカ様なんですよね。沢尻エリカさんね。で、今、執行猶予中じゃないですか、沢尻さん。で、だから、まあ、なんかあるってことはないでしょうけど、ただちょっと興味本位でね、たけるくんとの相性をちょっと見てみようかなっていう、そんな話です。佐藤健くんは1989年の3月21日までで、まあ何回も見てるので、中身は割愛しますね。で、沢尻エリカさんなんですけど、1986年の4月8日、小学6年生の時ですかにデビューしたんですって。で、リボンとかニコーラとかの子役のモデルですかね、やってて。で、2005年には映画のパッチギで、で、ドラマの1リットルの涙の年ですね。で、そこで一気に、すごい女優だなっていうので、若くしてブレイクしたと。で、太陽の歌で演じた、カオル・アマネっていうんですかね。名義で歌手デビューした。これもね、売れたんですね。オリコン1位になったんですけど。で、2009年ね、クリエイターのハイパーメディアクリエイターですか。高城剛さんの結婚。で、2013年に離婚してると。で、このあたりであれですね、事務所も一回解雇になってるんですよね。で、ちょっと女優業から遠ざかってたんですけど、2012年に女優復帰と。で、その復帰主演映画のヘルタースケルターでまだ話題になったと。で、2016年に大奥で時代劇初主演。それで、今年の大河か、麒麟が来るでも出演決まってたんですけど、出れなくなったと。なぜかって言ったら、去年ですよ。合成麻薬、MDMA を含む粉末を所持した麻薬取締法違反の容疑で逮捕されたと。で、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の実刑判決を今受けて、執行猶予中って形ですね。そんな沢尻エリカさんの持ってる特性なんですけど、この人は自分が強い、わがまま負けず嫌いっていう星です。で、今年は社会的に信用を得る時期だから、まあちょっとね、休んでる期間に、ちょっとずつ信用を取り戻していこうかっていう時期ですね。それで、たけるくんとエリカ様の相性ですけど、相性はまあまあいいんですよ、実は。で、仕事なんかで、まあ、両方ともすごいいい俳優さんなんで、共通する部分は、認め合ってる部分が多いんで、そういう部分で話し合う、波長も合う。ただ、喧嘩になると両方とも、結構、なんですか、前伸びりなんで、激しくぶつかってしまうというところもあります。で、まあ、性癖の相性なんですけど、佐藤健くんはね、ド M なんですよ。奉仕型っていうんですかね、こう、自分がやってあげる、相手に対してやってあげるのが好きです。で、エリカ様はもうもちろんド S ですよ。エリカ様はね、女王様です。もう完全な女王様気質なんで、M と S なんで、めちゃくちゃ相性いいですね。性の方は。って感じです。ということで、今回は、たけるくんと今執行猶予期間中のエリカさんを見たってことですね。またなんかいろいろリクエストなんかあったら受け付けてますので、コメントの方にどんどんください。ということでチャンネル登録もよろしくお願いします。